ヤちゃん。声だ。誰かの声が聞こえる。ひなちゃん。私呼ばれてる。これって誰の声？今まで出てきた人とは違う声だよね。この声、この声は。ユズたちはずっと待ってたの、ひなちゃんのこと。一緒に世界を守るために。ユズとライム、今のが最初に言ってた子たちなんだ。うん、私のとっても大切な友達。私ね、バレエができなくなってからずっと塞ぎ込んでたんだ。学校へも行かずにずっと部屋の中にいてさ、通うことになる学校の入学式にすら参加しなかった。それから夏になって勇気を出して登校して、普通の学生生活もこれからどう生きればいいかもわからない。そんな時に出会ったのがユズとライムだった。大切な友達か。それにしても世界を守るって一体どういうこと？二人はね、私をリフレクターにしてくれたんだ。え？リフレクター？指輪をくれたってこと？うん、私はリフレクターになってユズとライム二人と協力して戦った。ユズとライムって何者？あ、ごめん、まだそこまでは。そっか。でもリフレクターについて何か知ってるなら二人のことは詳しく知った方がいいよね。うん、私たち全員に関わる部分でもある。にしてもすごい人生だね、ひな子さん。奇想天外というか、なんというか。良くも悪くも退屈はしなかったかな。退屈しなかったか。いいな、才能にもチャンスにも恵まれていて。あ、見て！あの先に続きがあるんですね。ユズ、ライム、待ってて、今行くから。さっきまで砂っぽいところにいたから余計ね。それに何より、目指すべき場所も見えてきた。今回は分かりやすいじゃん。あそこを目指せばいいってことね。ユズ、ライム、二人もあそこにいるのかな。すごっ。
撃すんはっ。ごめんなさい。あった。私に聞かれても。だよね。さすがに見切り発車すぎたかな。じゃあ調べるしかないね。え？誰もわからないんだもん。調べるしかないでしょ。スマホ出して。了解。やってやる。はっ。
そうね。ちょっと、取っておこう。クレーンゲームやったことあるの？ないよ。じゃあなんで一発で取れるの？天性の才能でしょうね。ほんと不思議だわ、ユズの謎才能。謎じゃないし、正真正銘ユズのセンスだし。どっからでもかかってきなさい。みんな準備はいい？大丈夫？ちょっと休憩する。ちょっときついな。これだね。何度でも立ち上がってみせる。ほら頑張って。やめて、まだまだいけるでしょ。やれるなんて。これだね。もっといけるよね。まだ負けてないよ。限界かも。ほら頑張って。やれ、ちょっときついな。傷を治すの。先はどうしよう。出発ですね。行き先はどうしよう。出発なのです。
した。よし、よいしょっと。ふう。よいしょっと。よいしょっと。はあ。ふう。よいしょっと。何これ。ふう。よいしょっと。いい？手伝ってほしいことがあるんだけど。いいよ。何を手伝えばいい？ありがとう。ストレッチ手伝ってくれて。こんなことで声かけていいのかなって思ったけど、そういうのが大事なんだよね。きっと。うんうん、じゃんじゃん頼って。あ、そうだ、何か飲み物いる？大丈夫、
自分で持ってきてるから。あ、それより先にタオルだよね。大丈夫だってば。それより結構汗かいたし、シャワー浴びようよ。はーい。近年まれに見るバレエの実力の持ち主で、バレエをやっている人で知らない人はいませんでしたよ。そんなすごい人の日常ってどんな感じなんだろう。せっかくの機会だし、いろいろ聞いてみたい。ひなこさん、やっぱりバレエをしてたこともあって足綺麗だよね。何か特別なことしてるの？え？何かって？ほら、マッサージしたりとかさ。太ももとふくらはぎを軽く揉むくらいだよ。なんか特殊なドリンクとかサプリ飲んだりとか。カロリーには気をつけるけど、そういうのは飲んだことはないかな。お酢を飲むと体が柔らかくなるって聞くけど。飲んでない飲んでない。あれ、科学的な根拠はないらしいよ。え？知らなかった。案外普通。特別なことはしてないように聞こえるけど。いや、何かあるはず。凡人とは違う何かが。何に着替えよっかな。私に似合う服あるでしょうか。今日は何を着ようかな。何に着替えよっかな。何を作ろう。材料は足りてるかな。任せといて。
任せて。頑張るね。頑張るね。はーい、頑張るよ。頑張るね。わかりました。どれを使おうか。どれにしよう。よーし。できた。どれにしようかな。出発なのです。するなら容赦しないよ。やめて。見せてあげる。よし、私の番。よし、やるよ。はっ。見せてあげる。はっ。次はどうしよう。でも、やっ。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。どっからでもかかってきなさい。先発ミスさん、見せてあげる。攻め時だね。完成。よし、やるよ。見せてあげる。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。まだまだ高みを目指そう。行き先はどうしよう。出発なのです。と倒しちゃおう。見せてあげる。そこ、いつでも行ける。ま、こんなもんでしょう。取っておこう。
しょっと。ふう。何かに使えそう。よいしょっと。ありがとうございます。はい。次の行き先はと。よし、決めた。行き先はどうしよう。